こんばんは。こんばんは。ちょっと遅くなっちゃいましたね。まあリハが長かったから仕方ないか。こんばんは。X のX のあれをしたいんですけど、ギフトありがとうございます。ありがとうございますこんばんは。ちょっと待ってね、テロップを書きたいんだけど、テロップ最近書いてないからどうやって書くの。あ、ここだ、ありましたよ。ありました。うん、 OK。 ちょっとお風呂の音こんばんは。ちょっと充電器もさしたいんだ。やりたいことが多すぎる。こんばんは。ありがとうございます、ギフトも。ほんまにほんまにありがとうございます。こんばんは、ありがとう。今日21歳になりました。21歳になりました。わー、ありがとうございます、ギフト。ありがとう、ありがとうございます。すごいたくさんありがとうね、ギフトも。ありがとうございます、ありがとう。21歳になってしまいました。今日はでもスタッフさんとかもお祝いしてくださったりとか、もちろんメンバーもねお祝いしてくれて、もうたくさんおめでとうを聞いたので嬉しかったですね嬉しかったですね、とっても。こんばんは。おめでとうってね。そう、明日から周年コンサートなので、そう、今日までちゃんとリハをしてきて、21歳のお誕生日はリハでしたね。タワーもありがとうございます。待って、タワーなんかめっちゃ来てない？ちょっと待ってね、お名前を呼ばなくちゃね。ちょっと待って、どこにいるかな、見つけられないんですけど、ちょっと待って、意地でも探すから。しんちゃんときのこさんとゴンちゃん、ありがとう。バイツェンさん、ありがとう、ありがとうございます。ありがたい、ありがとうございます。本当にお誕生日を迎えました。本日誕生日を迎えました。生誕祭の日、仕事休みだった。あ、本当？そう、生誕祭がね22日になりました。私はまあ知ってたんですけど、いつですかってコメントたくさん来てたから、そう、22日です。今年は10月の22日にあります、生誕祭。21歳の22日です。ぜひ14日までなので、ぜひお願いします。周年婚の最終日までなので、申し込みできるのが、ぜひお待ちしてます。当たるかな。当たるでしょう。当たんないとかあるの？当たりますよ。待ってるからね、本当に。
去年はお誕生日当日が生誕祭だったんですよ、初めて。わあ、ありがとう、ギフトありがとうございます。生誕祭とりあえず申し込んでみて、すごい初めてだけど、初めてだけど大丈夫、絶対に大丈夫です、大丈夫です。今日一応メイクしたんだけど、もうリハしたからちょっと崩れてますね。もうでも直す体力をちょっと持ち合わせてないので持ち合わせていないので、ちょっともうこのままいきます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、ギフトもありがとうございます、ありがとう、本当にたくさんお祝いしてくださって嬉しいです、ありがとう、ありがとう。ああ、翔太くん、ありがとうございます、タワー。タワー、本当にありがとうございます。生誕祭、またちょっと告知しますね。ちょっと今日は遅いからあれだけど、明日にでもちょっと、あれかな。かゆい、足がかゆい。こんばんは。お誕生日生まれてありがとう。嬉しいです本当に。うん、ドン、ありがとう、ギフトありがとう、タワーありがとう。そう、生誕祭決まりました、今年の22日です。ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。こんばんは、ありがとう、ギフトありがとうございます、ありがとう。メガネかけてないじゃん、見たい、メガネかけてるとこ今別にかけなくてもいいもん、見えるから。メガネかけるときはステージリハ中しかかけないんですよ。でもあれだよ、トーク会でつけるよ、12月の1日、12月の1日にかけるよ、制服着る日か。こんばんは、ありがとうございます、ギフトありがとう。メガネかけるあ、そう、どう入ってる、そう、なんかめっちゃ見えないわけじゃないんだけど、なんかねちょっと見えないんですよ。そう、スタッフさんの顔とかが見えなくて、ステージから客席の、そうだからそういう時にかけるようにしてるんですけど、じゃあ今日は特別にちょっとだけかけちゃおうかな。そう、普段はなんかかけないんですけど、そうなんですよ。あ、そう、リハ中これです。特別だぞ、今日誕生日だからそう、特別だ。そう、リハ中はこれです、最近は。そう、ちっちゃくなるのか。そうそんな強くないです、ほんとなんかねちょっと見えやすくなるぐらい。でも家とかでかけないし、外歩く時とかも全然かけなくて、本当にあの踊るレッスン場とかそういう時だけかけてるって感じです。はい、それまだ買って1ヶ月とかなんで、そういいでしょ。終わりです終わりですっていう感じですね。
ギフトもありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。明日から3日間楽しみね。本当に楽しみです。もう私ももうだってリハ期間が長かったから、なんか逆にもう終わっちゃうのみたいな気持ちで、私的には。そうだからさ、悲しい。ちょっとメンバーのお祝い一番大好き、ルーちゃんです。ルーちゃんがすぐ LINE くれました。ありがとうルーちゃん、こんばんは。そう今日もなんかお菓子くれた、見て、ゆずおめぽ大好き、愛しのルーたんよりだって。ルーちゃんからもらいました。ありがとうルーちゃん、ルータンか、ルータンより。愛しのルータンっておもろいよね。愛しのルータンより。あとなんかアミちゃんになんか氷買ってきてってお願いしたんですよ。そしたらなんか氷のパッケージにおめでとうって、おめでとうって氷のパッケージに。しかもこれペンで、ペン持ってるんだ珍しいなと思ったら、アイラインで書いたって言ってました。意味が分かりませんね。アイラインで書いたらしいですこれ。ちょっとよく分かんないんですけど、そうアイラインで書いた。ありがとうねあみちゃん。なんかこれ携帯の裏に挟めそうだったから挟んでおきたいと思います。アイラインで書いたとは思えないぐらいの字の綺麗さでね、素敵ですね。あみちゃんからもらいました、嬉しい。二人ともありがとう。他にもなんかすごいめっちゃね、なんかおもろ動画とか撮ったんよ。見せれないと思うけど、そうすごい面白かった、楽しかったです。今日もかほちゃんとかはもう目が合うたびにおめでとうって言ってくれる、面白かった。そう優しい本当に。スタッフさんもね、そう、まだ21なのみたいな、そう21なのって、まだまだこれからだねって言われました。ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。ケーキ食べた？まだ食べてないけど妹が買ってきてくれたみたいで、食べようと思います。あとできっと今家族が食べてる。もう先食べてていいよって言っちゃったので、そう先に食べてもらってます。私はもうさっきご飯食べたばっかだからお腹いっぱいで食べれないので、配信終わったら食べようかなって感じです。チーズケーキなんだっけな、シャインマスカットのなんかやつ買ってきてくれたっぽい、優しい。あと誕生日プレゼントでコスメくれました、優しいですね。ママからはお洋服と、あと今日朝起きたらスタバのギフトが届いてました。 LINE ギフト。そう LINE ギフトで届いてました。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ゆずぽの握手会に行ってみたいけど緊張します。緊張しなくていいのに、待ってますよ。ぜひ握手会、握手会今回結構でも今のなんだっけ、結構なんていうの、ポートメッセ名古屋であるんだけど握手会は。
そうちらほら完売もさせてもらってるみたいなのでお早めにって感じです。ぜひぜひ、まだでも来れる日はあると思うんですけど、来れる日帰る日あると思うんですけど、お待ちしてますよ。もちろんトーク会もね、握手だけじゃなくてトーク会も待ってます。そうだ今日メール送れないや、もう今さっき送っとけばよかった、忘れてた、明日になっちゃうメール送れないや。20日幕張行きます。あ嬉しい、ありがとう。20日はあれです、秋服です。今回関東1回しかないね。そうだよね、だってもう良いお年寄りになるかもしれないよね、関東でしか会えない方とか予定が合わなくてさ、あのなんていうの、来れない方とかはさ、もしかしたら良いお年寄りになっちゃうかもしれない。早い、10月下旬らへんにして良いお年をって言わなきゃいけないかもしれない。やばいね、早すぎ。何着ていくか悩む。何でもいい、自分が一番可愛い姿で着てほしい。じゃあ私でもあんまりなんか好きな服装とかないんだよね、何でもいいと思うんですよ。でなんか適当に言ってるとかじゃなくて、本当になんか自分が好きな服とか自分が着たい服着てほしい。もちろんなんか似合う似合わないはあると思うんですけど、それよりも自分が一番いい姿だなって思えるような服着て会いに来てほしいな。誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。本当にギフトもありがとう、ありがとうございます。ギフトもありがとう、ありがとうございます。すごい、何このタワー、これタワーなん。田辺さんありがとう、ありがとうございます、ありがとう。ギフト、19日は生誕 T お揃いで、うん、19日は生誕 T 着るけど1月の写メ会でも着るから、その時にでもって感じですね。1月11かな今ね、生誕 T 着るよ。でも一旦10月19はお誕生日迎えて初めてのトーク会なので生誕 T 着るって感じです。はい、そんな感じです。こんばんは、ギフトありがとう、ありがとうございます、ありがとう。生誕ティー買った、買った、嬉しい、ありがとう。私もまだ開けてないんだ開けなきゃ、開けなきゃいけない、そもそも袋から出してないの。今のめっちゃリアコだった、リアコだった、私にリアコとか存在すんの存在すんの、いなそうやん。ありがとう、ギフトありがとうございます。あ、未開封意外といたわ こんばんは、ありがとう、ギフトありがとうございます。おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、こんばんは、
グラビア見て気になりました。あ、嬉しい。そうなんです、私の初グラビアです。あれありがとうございます、嬉しい。今日でも衣装さんも褒めてくれました。そういえば今日衣装さんに、そう、なんかよかったよ美脚グラビアって言われた間違ってない、嬉しいですね。健康の秘訣は何ですか。健康の秘訣、寝ること、寝てればいいと思います。いっぱい寝ることですね。これに尽きそうじゃないですか。いっぱい寝ていっぱい食べるお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとう。まだグラビアの写真は使い切れておりませんので、もうちょっと頑張って消費できるようにします。ギフトありがとうございます、ありがとう。今日何時までやろうかな。久しぶりにこんな23時過ぎてるかも。写真集出して写真集、いる写真集、私の写真集、ちょっとほど遠すぎるかもしれないね。いやでも写真集か、あんま言われたことないな写真集。欲しいよって、いやいつかなんか夢のまた夢の夢らへんだぐらいかな、写真集もし出したいってなっても。ギフトありがとうございます、ありがとう。自分もグラビア見て知りました。今日メールと、嬉しい、送っちゃおう送っちゃおう写真。まだね、もわめあんま送ってないんだよね写真ね。まあてかあんまり出してないんだよね SNS に写真を。使わなきゃだねやっぱり、ちょっとどんどん使っていくわ、頑張って。ギフトありがとうございます、ありがとう。こんばんは、眠たくなってきた。誕生日っていうのに眠たくなってきた。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。今日無事に21歳になりました。21歳、21歳だなんてびっくりびっくり。1年早かったね。特になんか20歳から21歳になるまでの1年はまあ本当に私の、まあ大げさすぎるかもしれないけど
SKE48 に加入してっていうよりか、本当生きてきてる中で嬉しいことがたくさんあった1年だったから、そうアイドル人生っていうよりかはそう本当に生きてる上で大きいことがありすぎた1年だったので、そうなんか本当あっという間って感じで、まあでもいいことか、早いって感じるってことは充実してるってことだと思うから、うん、いやでも本当になんかこんなにいいことあっていいのって思うぐらいの1年だったから、20歳の1年はね、そうだからね、まあ嬉しいですね。ギフトありがとうございます、ありがとうございます。そうだね、21歳、まあ、また生誕祭とかで話すと思うけど、またちょっと自分がやりたいこととか目標とか話せたらいいかな。いやでも本当になんかこの1年でもっと知って、私のこと知ってくれる方だったりとか、すごいなんか直接会いに来てくれる方が増えたりとか、本当に嬉しい、いいんですよ、とっても、そうめちゃめちゃ嬉しいんです、それが。ギフトありがとうございます、お誕生日ありがとう、無事に今日20歳じゃないや21歳になりましたよ。まだ言い慣れないからちょっと21歳っていうのに詰まってしまいますね。そう生誕祭も決まって、あの22日になりました、10月の22日になりました、もう2週間もありませんが、21歳こっちか、21歳、拳で、そう私がね X に載せた写真は何歳だろう、5歳とかの私かな、5歳とかの私の写真ですね、あれは。笑顔が変わっていないのよそう笑い方がね変わっていないです、ね、ね、5歳かな、4歳か5歳かその辺かなその辺の私でさ、あの写真はなのにもう8年も好き。いやでもね、そう今年の周年16周年で9周年からお祝いしてるから、そう結構もうお祝いさせてもらってんだよね、ありがたいですね。こんばんは、こんばんは。何時に終わろうかな、30分とかに終わるね、明日本番なんで、明日から3日間、早く寝ないといけないので。早く寝て明日に備えようと思います。もうなんならちょっと今眠たいからねそうなんなら眠いから、明日から3日間あのセンチュリーホールで16周年コンサートですね、3日間
あのなんだっけ、配信もあるのでぜひお待ちしてます。でも誕生日じゃないや、ごめんなさい、全然誕生日じゃない、当日券のことを誕生日って言っちゃった。当日券もあるみたいなのでぜひ今からでも間に合っちゃうのでお待ちしてます。もしかしたらメンバーが近くに行っちゃうかもしれませんのでね、ぜひ楽しみにしててくださいね。あー、クリップありがとう、ギフトタワーありがとうございます、ありがとう。ギフトありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、どうもありがとう、みんなありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとう、無事21歳になったよ近っ、21歳になったよ、早い、早すぎる。ギフトありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。うわ、危ない、お誕生日もらってありがとう、ありがとう、21歳になりました。もたれかけたい、3日間あっという間に終わっちゃいそうね、わかる。でもリハしてても早いもんだって、リハしててももうあ、ほぼ本編終わりかとかって思っちゃうから、そう、意外とねきっと早いと思う。こんばんは、カメコタイムどれくらいある、こればっかりはちょっと言えないな言えないけど、まああるんじゃないかな、それなりにそれなりにあるんじゃないかな、噛み応え。こんばんは、ギフトありがとうございます、ありがとう、いて、ありがとうございます、ありがとう、かゆい、足がかゆい、明日も朝早いの、うん、まあめちゃめちゃ早いわけじゃないけど早いです、私の中では。私の中では早い、かゆい、そう、今ね絶賛蚊に刺され中、足もだし腕も刺されてるの、最悪じゃない、なんか今の時期になってさ、また蚊がさ活発になってるよね、ちょうどなんか涼しくなってきた頃にまた出てきてるよね、うざい、やだー、かゆすぎる。なんか暑すぎる時って逆に蚊とかいないじゃん、そう、こういうさ時にね、めっちゃ
やだ、蚊がいっぱい。こんばんは、こんばんは。今日の生配信で長柳さんがハッピーバースデー歌ってたんですえー、そうなんですか、知らなかったんだけど。聞きます。生配信してたんだ。聞かなきゃですね、それは。そんなこ、そんなことをしてくださったんですか。優しい、優しすぎますね、ちょっとそれは。いい声でしたそこいい声でしたよ、やばい。そっか、それは楽しみだな。あれだ、前髪切るって思ってたんだった。前髪切ろう、後でちょっとだけ切ろう。でもほんとちょっとだけ切ろう。ちょっと長いんだよね、これだと。ちょっと長い、ちょっと目にかかっちゃってるか。でも本当にちょっとだけ切る。こんばんは。髪本当に綺麗、綺麗、嬉しい。頑張ってるもん頑張ってるから。ギフトありがとう、ありがとうございます。ダメだ、眠たくなってきた眠たくなってきた。今日も可愛い、嬉しい。めっちゃでも眠たそうやないね。こんばんは。ねえ、ケーキ食べたいけど、私もうケーキ食べれるかな。もうお腹いっぱいすぎてそれどころじゃないけど、ケーキってそのさ、なんかその日のうちに食べたいみたいなとこあるよね。私結構なんかケーキはなんか、なんて言うんだろう、一日空いてから食べるとかあんま好きじゃないんだよ。その日に食べたいよね、ケーキって。誕生日ケーキならなおさらじゃない。やっぱ誕生日の日に食べたいよね。食べれるかな、この後。もうお腹空いてないんだけど、食べれるかな。マスカットのサイダーのやつ食べた。あ、食べた食べた。まだ食べきってないけど食べました。めっちゃ美味しかった。なんかね、シュワシュワって感じそう、シュワシュワって感じで、そう、めっちゃ美味しかったです。すごいですね、あれ。一口食べ、一口ってか一個食べるとほんとなんか炭酸を感じる。めっちゃ美味しかったですね。シュワシュワでした、とっても。めっちゃ美味しかった。こんばんは、こんばんは。
誕生日おめでとう、ありがとうございます。もうすごい幸せですね、こんなお祝いしていただいてね。もう目閉じそう、やばい、開けないと、ね、頑張れってね、頑張れって、もうこのまま寝ても寝て朝を迎えてもいいって思うくらいには眠たいし、もう寝ちゃいたい寝ちゃいたい、結構もう無理。そうでも今日はちゃんとメイクしようと思って早く起きたんですよ。いつもだったらメイクしないけど、リハの日、今日は誕生日だし、そう帰ったら配信するよなと思って、そうちょっと早く起きてメイクしたんだよ。そうメイクしたのよ。そうさすがにすっぴんでお誕生日配信は良くないかなと思って、明日は最終調整みたいな、明日から本番やねん明日から本番やねん、明日から3日間本番なんだよ。今日がそれだから、今日が最終調整だから、ちなみに言うと明日からね本番。そうよかったね、今ここで知っといてね、明日からですよ。ちなみに髪型決まった、まだ決まってない。でもちょいちょい髪飾りとかを見て決めようかなって思っているんだけども、どうしようかな迷い中。あんま下ろしたくないんだけど、できればもう下ろしもありかなと思ってきちゃった。私結構毎回ポニーテールしがちなので、こういうなんかライブ系はまあ目立つっていうのもあるけど、そうなんかなんていうの、暑いからさ下ろしてると、そうだからあんまやんないんだよね。ね、巻き可愛いんだけどね、巻きね直せないんだよねライブってなると。そうだから私結構すぐ取れちゃうんだよね巻きが。すぐ取れなかったらいいんだけどさ、そう取れやすいんだよね、すぐ取れちゃう。誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、本当たくさんお祝いしてくれてありがとうございます。こんばんは、こんばんは。まあでも楽しみにしててください、髪型、まあ、3日間あるから。そうね、まあ何かしら違うものができればいいかなと思うんだけど、意外とそこら辺結構めんどくさがり屋なので、一回やるともうまあもう同じでいいやみたいななっちゃうことも多々あるって感じなのでさすがにそれはちょっと今年は変えたいなと思うけど、そうでも楽っちゃ楽だから
考えなくていいしね。でもおろし器はまだまだ暑そうだからちょっと迷いますね。何がいいか迷っちゃう。こんばんは。サイドポニー可愛かった。サイドポニー懐かしいね。サイドポニーサマーツアーでやったっきりだ。誕生日おめでとう。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、本当にギフトもありがとうございます。初見の方もありがとうございます。ありがとう、こんばんは。こんばんは。何しようか。とりあえずもうむくまないことだけを祈って寝るしかないな。もしむくんだらちょっとキレートレモンに頼ろう。むくみませんように明日は。明日から3日間むくみませんようにお祈りしよう。ただでさえちょっと顔丸いからさ、こっからまたむくむつなんてちょっと大変、大変というかきついので、むくまないことだけ祈って祈ってる。明日から3日間むくみませんね。え、本当にむくみませんように。わあ、タム、ありがとう。ありがとうございます。ギフト、タワー、ありがとうございます。30分になったので、終わろうかな、そろそろ。今日はお誕生日というのにもかかわらず、いつもと同じ時間ではなくて、すみません。すみません。また明日、痛い。明日から3日間、周年コンサートですけど、もちろんショールームもするので見に来てください。ありがとうございました。本当にたくさんお祝いしてくださってありがとうございます。ぜひまた生誕祭とかもあるので、その時にお話しようかなって感じです。ありがとうございました。21どっちの、こっちかな、こっち、スクショタイム、こっちか、こっち、こっちかな。21合ってる、合ってる、21。バイバイ、おやすみ、また明日。ありがとうございます。